平野紫耀主演、黒詐欺、TBSK で10月スタート、舞台2022年、砲撃で騙しに行きたい。アイドルグループ、キングピンスの平野仕様25が TBSK で10月にスタートする連続ドラマ、黒詐欺、金曜午後10時に主演することが18日分かった。平野が演じる主人公黒崎隆志郎、黒崎幸志郎は、 詐欺によって家族を失った復讐、復讐、として詐欺師を変だ、ま、騙、す詐欺師イコール黒詐欺、になり、本当の敵を探し出し、打倒していく。甘いマスクの裏側で、平野が孤独なダークヒーローとして黒い羽を広げる。黒丸さんと夏原武さんによる原作は、2003年から13年まで、週刊ヤングサンデー、週刊ビッグコミックスピリッツ。 共に小学館に連載され、単行本の累計発行部数が850万部を超える同盟の超人気シリーズ。山下智久の主演で06年に t b s 系でレンドラ化され、08年には映画化もされた。 今作はそのリメイクではなく、全42巻で完結した漫画シリーズを原作とした完全版で、舞台を2022年とした新作ドラマとして届ける。平野が演じる黒崎は15歳の時、詐欺被害に遭った父が起こした事件をきっかけに家族を失ってしまう。 過去の経験から法律は人を守ってくれないと判断し、怒りを原動力にいつかは父を騙した詐欺師、三木本、三木本にたどり着くべく、人を騙して金銭を奪うプロの詐欺師、白詐欺を全部食ってやると決意。詐欺師の実を騙す、黒詐欺という生き方を選ぶ。嬉しかったのとびっくりしました。 おそらく世間の皆様が知っている僕のイメージは騙される側だと思うのですが笑い、詐欺師を騙す黒詐欺という役をやらせてもらえるのはすごく光栄です。天然キャラで知られる平野はオファーを受けた際の心境をこう表現した。黒崎は表向きは自らが住んでいるアパートの大屋をしており、黒猫の黒を飼っている。 一見、人当たりの良いごく普通の青年で、誰にでも分け隔てなく接するが、誰のことも信じず、頼りもしない孤独な人生を送っている。そんな彼が様々な人間との出会いの中で、自らの過去と向き合い、葛藤し、変容していく姿も見どころ。 原作完結前の全ドラマシリーズでは描かれなかった主人公黒崎 VS 宿敵三木本の直接対決にも注目だ。平野にとって TBSK の連ドラは初主演となる。映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からシリーズ19年21年。 など、王子様キャラを演じることが多かっただけに、今作でダークヒーローという新境地を切り開く。意外と僕が本気で嘘をつくときって周りの人から本当にわからないって言われるんです。嘘の内容はもちろんくだらないことなんですけどね。なので今回のドラマでは、クロサギとして砲撃で騙しに行きたいと思います。 今までのイメージを一気に払拭、払拭するくらい新しい姿をお見せできたら、とアピールした。菱形平の仕様オフィシャルインタビュー。作品について今の日本でリアルに起こっているような詐欺をドラマでも取り上げていくので僕自身も人ごとのようにではなく現実世界で関わっているような責任感を感じながら演じていきたいと思っています。 見てくださる皆さんに、こういう詐欺もあるから気をつけてくださいね、みたいな形で、詐欺防止につながるメッセージも魅力ながら伝えられたら、黒崎の印象は頭が切れて一人でひょうひょうと生きる黒崎は純粋にかっこいいなと思います。もちろん人を騙すという部分以外ですが、何事もスマートにこなす人間力や強さには憧れますね。 ただ黒崎の気持ちになって原作や台本を読んでいると彼が抱える痛みもどんどん伝わってくるんです。黒崎として強い部分を持っている中でも壮絶な過去を背負った黒崎の繊細さや柔らかさは忘れずに演じていきたいです。様々な詐欺師に挑む中でセリフでは難しい用語なども品質僕は横文字系が苦手なのでそこは少し不安もあります。 根本的に頭がいい方ではないのでしょう。台本の最初の方だけでもわからない言葉がたくさんありました。とにかく一生懸命勉強をしながらわからないときは周りの方々に相談して教えていただきながら頑張りたいと思っています。黒崎の変装も見どころを僕が変装するってことで TBS 系バラエティのモニタリングみたいにはならないようにしないと、と思っています。 僕はプライベートではあまり変装慣れはしていないのですが、し